ルス。今日この世界と俺はこの世界とお別れする。ギゴビゾゴ。もういいや、さすがにもうさすがにレベル上げする気なんねえわ。なんもうどんだけ海外に滞在してんのって話だからな。それもなんか倒せそうだったし、作戦もやってきたしな。無兵令接する無兵令接する。ヘギルガヒ、ヘギルガヒ、ゼギ、ゼゲキプク、ゼゲノナゼ、ボギン、おーっと、これはアニスキックだ。え、これちょっと待て、いいか。おい、それは分かったけど、お前これ何、もう一回入力していかないといけないわけ。ひどすぎる、あまりに。しかもどこが間違ってんだこれ。水分無兵で、無兵でセスロか、ルトロ間違えた。無兵でセスロ。一応他のやつも下のやつもノナゼオギンでしょうか。西ドイツジニアユース。これさ、なんで西ドイツかって思ったんだけどさ、発売された時まだベルリンの壁崩れてんだよ。ベルリンの壁と同時に若林も崩れてくれ、若林の体も。若島津がだってファイヤーショット止めたからね。若林に一回は止められなかったファイヤーショット。ってことはだよ、若島津にまず最初出しといて、三角飛びをさせるだけさしといて、若島津に、若林に交代って感じじゃない。あくまで控えだよ若林は。高すぎ、高すぎと若林の体。ディフェンダー若林だ。ダブルキーパーシステムなんでええやろ。みんな、この試合ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。西ドゥテル。おお、いきなり、いきなり美咲くんから始まるという。美咲がいる限りどうにでもだ。カルツ、シェスター、やめてくれ。カルツとシェスター強すぎる。おお、翼、しかもかなりいい位置で取ってんじゃないか。やるね。ゆうかくん、ゆうかくんいけ。やめてん。マジ。よし、強引に行け。こら。強引なドリブルだ。お。ドリブルの勢いも弱まってるっていう意味がよくわかんないけど、まあ、とりあえずネオタイガーショットだ。これが前一回ゴールポストに当たったんだよ。ふざけんなマジ。ゴールポストに当たるな。ほら、命令じゃん。なんでだよ。これが止まるとら、これが止められたらもう俺何もないじゃないか。え、ていうかマジであれ止められたらもうどうしようもねえだろ。ワイはワイもどうしようもないぞ。あれ弾かれた。先行け。ドゥン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 。オッケー。藤崎、お前いたのか。三浦君まだ倒れている。倒れているって言われても、おい、クソしかいねえぞ。まあしかし俺には今日秘策がある。三浦君まだ倒れている。長えな、倒れてんの。まだ倒れてんのか。長っ。早うざしゅうと、ここでくれ。なあ、倒れてるんじゃねえのかよお前。うちのキーパーが倒れてる時にも、うちのキーパー倒れてたらもう絶対取れないんだ。よし、しないだ。お前なんとかなるのか。なんともならねえわ。そうだじゃん。
でもらったぜ全日本ファイヤーショー取れるわ、前取ったからだ。イエイもうマジで若島津が最強キーパーじゃん、正ゴールキーパー若島津だ。今までずっと一戦で戦ってきた若島津、俺たちと一緒に。あんなポットルの皮肉屋なんかに負けるかよ。皮肉屋お前はあくまで控えだ。若林が使えなくなった時のために控えに過ぎないんだ。うわー決まえろ。皮肉を言いすぎて体がなまったんじゃないのか。デレレデレデレデデデデ翼のドリブル力いけ翼ドライブシュッ通用しない。だがしかし俺には秘策がある。翼が目覚めようとしてる。ペナルティーエリア内から必殺シュートを3回弾かれ、弾かれるとそこから5分間限定で翼が必殺の新シュートを使えるようになる。精霊のお告げがあった。昨日寝てる時に泥棒が入ったかと思ったら精霊が俺に天啓を下した。いけ三角飛び、マジで最強じゃん三角飛び。こいつがお前がいればもうお前がいれば何でもできるぜ。てか翼すげえな、78もあるんだもん、すごすぎるだろ。目先いけ、よし取るだろこれ。デデ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 コンビプレーっつっても翼だいぶ後ろにいるはずだけど、このコンビプレーすごすぎるだろ。どれだけ距離が離れていてもコンビプレーは決まる。さあいけヒューガ、ヒューガでいいだろ。なんでお前ヒューガそんな控えめなんだよ、なんでそんな控えめなんだ。美咲だけめちゃくちゃ前にいるじゃないか。じゃあオフサイドじゃないか、さっきの明らかのオフサイドで。おお早くしないと350も使うんだ。よしペナルティーエリアに入った。これなら外しても、いや決めるわ。これで決めなかったら何が外すんだよ。ネオタイガーショットで最強のショットだろう。よしなんでだ、もうどうしようもねえじゃねえか。おい3回預かれるぞこの5分以内に。翼いけ、おい返せお前ボールを俺によこせ、いけぶつ撃き、翼に翼に渡せ、とにかく翼にドライブ隊か不可能だろこんなの、弾かれて5分以内ってどうやってやるんだよ。あれ使えた、なんでだよな、いや無理だよこれ。くそ誰が、絶対勝ってやるぞ。で佐野岬、高杉を石崎、よしみんなこの試合ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。優が頼むよ、もうんとお前が入れなかったら誰も入んねえんだからな。別にペナルティー入れないじゃなくてもよかったわ、ドライブタイガーショット普通に三角防がれたらそれ使えるようになるし。見してくれよドライブタイガーショット、どうにもならねえんだよもう。4人をごぼう抜きした。それと同時に2分20秒経過、この2分20秒がでかい。じゃあとにかくもうあれ言うか、よしこの位置ならてかさ、ここがペナルティーエリアないの、そこはよくわかんないんだよな俺。まあいいや、もう入れ、入るとき入るんだから、入るとき入るんだから入れよ、もう入るときは。なんでこれ入れなかったら何も入んねえだろ、あのシュートは。さっきくん、わツインツインシュート、おいヒューガのネオ台が弾かれてからのツインシュート、どうじゃ何が
いるんだよこれは。うおー、ニッタ、お前そこに、まだ倒れている、ミューラ君まだ倒れている、そこに、ハヤブサシュート、4分の1ぐらいに力落ちたけどさあ今から5分間、今から5分間クソ、何度でしても止めろカルツを、何としても止めろ。ドライブタイガーが使えるようになったぞ。おい、ドライブタイガーを使わせろや。あと4分。あ、でも早い、それはいいよ、その速さはいいわ。24の30、ふざけんなこれ。よし行け、早く、すいません、渡せドライブタイガー。おい石崎、お前無駄な時間を使うな、お前は。おい、そこ遠すぎるよ、いくらなんでも。これ絶対パスカットされるでしょ、こんなの。どうすりゃいいんだよ。え、誰にもパスできないじゃん、こんなの。え、どうすりゃいいんだよ。もっと近くいねえのかよ。いや、これ誰にもパス出せねえじゃん。もう翼いけ。やけくそだ、こうなったら。やけくそだい。なんで、カルツ、お前。終わった。ドライブタイガーの夢は終わってもなんだったんだ、ドライブタイガーショットとは。お、これは弾けばワンチャンあるんじゃない。ドライブタイガー敵のシュートは速いおかげなんとかなって。さあ、まださ50秒あるぞ。翼いけ、お前翼に渡、お前先だったらいいや。翼に渡せ、噂どこだ。翼、何してやがるんだてめえは。出てこい。どこ行ったんだ翼は。帰宅したかも。日本に帰ってしまった。いた。この位置なら絶対いけるぞ。うん、これはまだ5位ないじゃないか。ドライブでそこにはドライブタイガーがあった。こんなドロイチでもあるぞ。お、やはり2人で。これはうわー、ドライブタイガーついにシュートだー。ボスこれ何が入るって言うんだよ。それだったらも何も入らねえじゃないか。だってそれはもう、もはや一旦に渡してどうする。詰め寄ってしまった。まあ、ネオタイガーあと一本残ってるから、その分は頑張ろうぜ。何がドライブタイガーシュートだ。なんでもなかった。そんなに発動条件難しくするんだったら 100% 入ってくれてもいいだろう。何がしたいんだよって。何がしたかったんだよ。テクモデデデデデデ抜けるだろ、こんなん一人ぐらい抜いてやる。おい、ヒューガー、てめえ時間決めろ。もうこれ決まらなかったら俺もやり直すからな。やり直すっていうか、またイタリアからやるからな。てか、そうしないでも勝てねえんだもん、絶対。レベル上げねえと。ヒューガー。お前のネオタイガーシュートは世界一だ。ヘルナンデスらすらかすりも知らなかったのに。おい、マジ。え、もうこれ絶対勝てねえじゃん。いや、もうこれ、いや、無理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 。絶対勝てないよ、これ。だってネオタイガーシュートも4回防がれて、ドライブタイガーシュートも防がれたでしょ。ってことはもう絶対入らないんだよ、もうゴールが。そうじゃないか。やるだけ無駄でしょ、これ。やるだけ無駄でしょ、こんなの。いや、もう、え、何をしろって言うんだ、じゃあ。目指すものがないよ、もう。目指すものがないよ、この人生。うっかり入る。マジで。目指すものがねえよ、もう。
すか。もうこれ無駄だわ。また帰ってきてしまったのか、ここに。もう余裕だろ、完全に。もうこんなんもう永久に岬で時間潰して最後にヒューガーで入れるぐらいでもう十分だろ。さあ岬、白光取りに行け。まずは白光ゲット。よし、白光ゲットだ。次は玄武へ向かえ。ゴール前で囲まれる岬。デデルデルデンデデレレレレレデデ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 デもう普通のドリブルでも抜けるだろこれ。よし、玄武取得。あとは青龍と朱雀だ。青龍へ向かい岬くん。普通のドリブルでいけるやろ。普通のドリブルで十分だお前なんて。デデデデデデなんということだ。あれだけ苦戦したイタリアがもう精霊集めタイムへと。よし、精霊取得。5人に囲まれた。一体何なんだこれは。よし、スザクゲットだ。こんな静かなサッカー俺見たことないぞ。よし、スザクの力をゲットし、ヒューガの脚力が増したぞ。ヒューガ君、この力を君に送るよ。30分間ボールを持ち続けた岬。しかし最後はヒューガにパスをするぜ。これだからサッカーは面白い。やめられねえサッカーは。メンバーチェンジしよう。あ、でも岬まだ使えるかな。まあでもまだ腐っと岬だから、まだ岬の方がいい。あと岬出ろよ。腐っと岬だ。油断するな。気を引き締めていこう。いいよお前ら。疲れるんだよお前ら読むの。ここぞという時だけにさしてる。もうソーダとかでも取れたりしてな。もうソーダとかに止められるしますで。次行け。さああとはドリブルし続けるだけだ。水木くん、もう水木でもずっとドリブルでできるだろ。イタリアぐらいだったらイタリア強いからな。ただ点が入らないだけっていうね。上下運動。さっき抜いた奴らにまた囲まれた。これは見過ぎのレベルがものすごく上がってしまった。でもそんな変わんねえやな別に。大してだってみんな均等に上がってるもんな。だが抜いた。
見すぎとは一体。もう15分以上ボールを持ち続けて、見すぎとは一体何なんだ。デデ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 デ、まだだぞ、まだだ。直前でヒューガに渡すんだ。普通に取られてしまった。記録2分23分2分30秒とかじゃないから、23分だから。しかしサイドミスにボールが渡る。お、そんなことできるんだ。これで入ったりして、ミスギ行け、ミスギ天国。さすがにこれじゃ入んねえか。池翼、もうドライブシュートとかでも入ったりしてな。シュート力が上がってきたから。おい、こんなヘルナンデスごときにも入んねえんだったらもう絶対入んねえな、あいつらには。ミューラー君には。ミューラー君どんだけ強えんだよ。ヘルナンデスともレベルが違うんだな。ヘルナンデスだってネオダイガシュート絶対止められないじゃん。お、これはドライブタイガーシュートの出番かもしれん。いけ、ドライブタイガーショットの出番。おい、敵の5番、敵の5番くん。敵の5番タイム4分ぐらいと。敵の5番タイム諦めろお前も。やった、イタリア代表下したんだ。ミーティングを始める前に松山、若島津、美咲、美杉、よくやったぞ。さらにレベルが高まってやだ。もう行くぞ、すぐ試合だ。見ている暇はないぞ。もう高すぎていいよ。だいたい大して変わらねえんだよ。高すぎも石崎の人だよ。この戦いが終わればみんなとまたお別れだけど、この先も僕は全日本で日の丸をつけては戦うよ。どうしまったな、美咲くん。あの聡明な美咲くんがおかしくなっちまった。もうサッカーに全てを全振りしすぎておかしくなった。コンビプレーに全振りしすぎた。さすがにピエールとナポレオンはこれじゃないと無理でしょ。さあ、そしてヒューガー、てかドライブシュートでも入るんだけど、これタイガーでよくね、これ。まあいいか、でもタイガー万全を期すぜ。キス、よし、あとは岬でボール運ぶだけだ。まあでも、もう一本ぐらい打つか、ネオタイガーって。そうかね、俺最近思ったんだよ、三角飛びって言うとしてガッツある限り 100% 戦具じゃねえのかってな。ガッツある限り、じゃあ強えじゃん若島津。前半は1点も取られねえぞ多分。守護神若島津のおかげで。テッ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 。おい、松山ごときにお前言っちゃ悪いが、松山ごときに取られるんだったらお前無理だぞ。もうなんでこんなに敵がびっしりいるんだよ。これ絶対取られるじゃねえか。ふざけんなマジで。なんで味方ゴールにこんな敵がびっしりいるんだよ。ダメだ、キャノンシュートは売れないよ。そんなんじゃ、キャノンシュートじゃ、そんな普通の名前じゃ今さら。こっちはね、ドライブシュート、タイガーショット、スカイラブ、ハリケーンショットなど非常に個性的なシュートがひしめいてるんだよこっちは。それを今さらキャノンシュートなんかで、君は現実を見なさい。ナポレオン君。でででででで、これどういう風でいけるっしょ。かろうじてじゃねえよ。余裕で抜くよ、その。でででで。よし。3分経過。さあ、ヒューガ行け。なんでこんなストレスして戻りが早いんだよ。いい加減にしろ、こいつら。行けよ、殺せ。
敵ごと貫けも。デル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 、もう一生何もしなくて俺寝てるだけでいいわ。とトゥ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 、三角に飛べ。よし、シュッ。だってね、あんまりこれね、やり取りをしすぎると時間経つの遅いんだよ。本当にやり取りをするな。もう翼が岬だ。多分翼でもドリブルクソ高いからいける。翼でデッデデ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 個性にかける。エッフェル攻撃だ。それナポレオン、どこが攻撃なの。エッフェルでもない攻撃でもない。シュート打てよ、そこまで来てるんだったら。何やってんの今。どうやどこに走ってたんだろう。ゴール前でさらに走るってロードランナーみたいな感じで芝が動いてんのかもしれん。4人抜きだとお前なめんな。まずは自動、何自動返し、弾き飛ばされたぞ。さあ、そしてそうだ。もう、カスってやってる。さあ、取れ。おお、3人目だ。3人目の数を。猿収めろ、猿を。よし。動くな、もう何もするな。シュッ。いいぞ。よし。見過ぎを投入しろ。メンバーチェンジだ。高すぎ。日本食が恋しかろ。頼む見過ぎ。ワールドカップ優勝が俺たちの夢なんだ。我らフランスがあの優勝カップを手にするんだ。震えてるぞピエールよ、あまりの恐怖に。もう岬に渡ったらおしまいだからな。お前本当に美咲と C を消すほどのプレイヤーなのか。ボールのキープ力が違うぞ美咲は。お前とは30分記録があるからな。30分ボールを持ち続けた、まあ、正確に29分ぐらいだけど美咲には勝てないぞ。お前もギネス級のプレイヤーになるんだな。悔しかったな。これ大丈夫かよ。トライエルだな。ピエールか、ピエールがいたのか。おい、スライダーシュー関係ね。ちょっとこれやばいな。三角飛びあと1回しか使えない。三角飛びなくなったらマジポンコツだからね。高島で何も入れなくなるからね。本当に何も入れないってなって全部入るようになるから急に。早く、不安だ、不安すぎる。美咲はよし、この距離なら大丈夫だ。終わり。 NHKNHK 終わり。右下に出てきても不思議ではない。油断はしない。もうこの命尽きるまでコンビプレイ。何もしない。静止した岬。あまりにも静止しすぎている。無駄だ無駄だ。お前何それ。コンビプレイだぞ俺らが今やってるのは。なぜ取れる。よし、引きつけたところでこのまま下に行け。お前なんか、でもお前なんかにもコンビプレイ使うわ。よし。何人いるんだよ。もう9人ぐらい抜いてるぞ。もうさっきから9人抜き渡してみさきくん。
もうお前ねボールはやらん。もうやり取りすると時間食うからよ。精霊集めに行くわ俺。俺精霊集めに行くけどお前どうする？この休日年末年始を使って予定にお困りの方、ぜひ四隅の精霊を。絶対取られねえな。取られるフリーはするけど取られることはねえよ一生。でででででお前ごときにもコンピューター使わねえわ。かろうじてではない必要。手柄が来た。ブルだお前なんてバカめ。岬に消しかけたことで1分も時間が。さあそして止まれ。これ静止静止した美咲くん。この瞬間この瞬間ゲームセット。殺す、殺してやる西ドイツ。全員全員にボールを当てろ。全員にボールを当てて殺せ。翼翼ヒューガー、伊沢木杉、滝高杉、武蔵佐渡、石崎壮田、正尾和夫、地頭佐野、それましに行った。ほぼ全員だな。よしみんな聞け。ゴールキーパーに皮肉が加わる。試合にも出ず憎まれ口を言ったのはチームに気合を入れるためだったんだ。試合に出ろや。病気じゃないんか。よく見たらお前ふざけたこと言いやがって。絶対勝つからな。これで負けたらまたイタリアとフランスがイタリアとフランスが公開処刑されることになる。それでもいいのかお前。そんなことになりたくないんだったら行くぞ。みんなこの試合ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。殺す。あ待って、ステータス確認してね。よく見たら、あでもこれ見れるか。大丈夫大丈夫。あまず美咲だ。よかった美咲で。でででで何がシェスター君だ。コンビプレーの前にはなすべなし。取られたことほとんどねえからなこれ。一回しかなくね。美咲こそ最強だった。てかマジで美咲のやつさ勝てないんじゃないのかこれ。全部パスカットされるからさ。美咲やっぱすげえな。隠しキャラだけあるわ。ここに来てじわじわと評価上げ始めてる。じわじわものすごい勢いで評価が上がり始めてる。さあ入るだろ。シュート力どのぐらい上がった。まあ、分かんねえ。5ぐらい上がった。しかしネオタイガーシュートで何倍にもなる。5倍ぐらいになる威力。俺はあとどれだけのレベルを、どれだけの精霊の力を集めなければならないんだ。うわぁ、もう、絶対勝てないよ、こんなの。200% 勝てない、こんなの。でも今一回ミスったから、シュートは。あと2回。あと2回ボールが阻まれれば、ドライブタイガーが強いのか弱いのかよくわかんねえ。ドライブタイガーシュートは池田がしまず消えシュッドゥ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 よし。まあでも全く絶望するほどでもねえよ。次で入れりゃいいんだ。次で次で入れりゃ問題ね。そしてその後ずっと美咲は持っときゃいい。美咲はこの戦略西ドイツにも通用するからな。美咲は西ドイツにすら通用する。さすがや。お前一体どこでどんな修行してきたんだ。本当に強すぎるぞ。入るやろ。だって入ったじゃんこの前。あれは何だったのじゃ。あれは俺の夢だったのか。いやおかしいだろ。ネオタイガーシュートがこんな止められるのがおかしいだろ。入れようがねえじゃねえか。あれが止められたら。おみさきくん、みさきくんマジ神以外の何者でもねえの。おなんだ。でもまだ倒れてるって言われてもな。
やることねえんだよ。翼？翼だ。はい、翼くん。マナ倒れてるとこ、これマナ倒れてるとこにドライブシュートだったらいくらなんでもいけるんじゃない？てか、倒れてる時間長えな、お前。そんなバカな、たかだかドライブシュートが入るなんて、あんな茶番、もはやただの茶番になり果てたドライブシュートが入ってしまった。妙体がシュートが入らなかったのに。ていうか取れ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 、そうだそうだ、おいお前シュナイダー、ドライブタイガー、呪ったぜ全日本、出たシュルダイ君のファイヤーショット、イエーイ。あれちょっと待ってよ、でもあそうだ、さっきドライブ、んあそっか、俺さっきドライブシュート入ったからまだドライブダイガーじゃねえんだ、ドライブダイガーフラグはまだ、いやいや倒れてんねや、取っとくわ、取れよお前、よし、せいか取ってよ頼むよ、俺もう足頼むよ、翼来た、美咲頼む、美咲どこだ、ここか、ほらいけるやろ、よし、あもう大丈夫だ、みんなもう大丈夫だ、美咲がボール取ったからに、てかこのさドライブダイガーフラグってさ持ち越されんの次に、まあ、あんなクソシュート頼りにするのもどうかと思うけど、もうそれしかやることないんだもん、ネオタイガーが入らないんだから仕方がない、まあいいか、じゃあ頑張ってみるよ、ちょっと誰かいる、シュート打てるやついる、もうシュート打てるやつがいないじゃん、シュート打てるやつがいないんじゃもう打ちようがねえな、これ俺は針の穴も通さんぞ、もうよーし、やった、西ドイツに勝てるかもしれないんだ、俺は常にその時は来てるんだ、ヒューガ、はい、そんな入らんけど、ガッツの無駄だったかな、通用するわけねえんだよ、オーバーヘッドキックは必殺技としてカウントされねえか、じゃあまだだな、ドライブタイガーのフラグ管理をしっかりやらないといけない、ドライブタイガー管理を、トラを管理していく、トラをまだ檻の中に入れておけ、ここぞという時に解放していくぞ、トラをフィールドに放て、時が来たら、よし、若島強くやった、これは本当に若林の意義があるな、これは意義ある若林だよ、頼むぞ皮肉屋、お前にかかってるんだ、結局はワールドカップ優勝が俺たちが決めるんだ、一期一会同じことを言うな、西ドイツは日本などに負けるわけにはいかない、必ず優勝するんだ、それは自分の控室で言ってくれ、ここは日本の控室、フランクフルトのビールもねえぞ、この控室には、ドイツのにはあるんだろうけど、フランクフルト、おい、いい加減にしろよお前、かぶくのもいい加減にしろよ、西ドイツ見ろこの観光、しかもパンチまた上がってない、これなら取れたさすがに158なんだから、やったぜ、これがスーパーウルトラグレートキーパーだ、おい、若林、そんなことじゃ優勝などできないぞ、若林にひねり切っても仕方ねえんだよ、俺は若林はノーダメージだけど、お前結局ノーダメージじゃねえかよ、俺らあいつに皮肉言っても仕方ねえけど、あいつは俺に皮肉を言うことで俺たちに確実にダメージを与えてくる、どうやって若林を崩せばいいんだ、皮肉界のスーパーグレートゴールキーパーだった、あいつは、あいつには勝てないよ、皮肉の意味だ、デルデデルデルデルデ、おすげえ、ドリブルとパスが86に、もういけよ翼、お前のドライブシュートたまに入るぞ、お前のドライブシュートたまに入る、なんでこんな守備が厚いんだよマジで、おかしいだろ、おかすぎるだろ、ミサキン、
殺シュートじゃないとダメなんだ。わしは。でもさ、さっきのドライブシュート打ったことにあんねやな。もういる。めっちゃちょうどいい場所にいるじゃん。追襲。ピン。これもっと強くてもいいだろ。全員シュート。さあドライブタイガー。いい来たぞ。俺らだ。リューラーお前じゃねえよ。虎を放てコート上に。パス。やめろ。虎を放てフィールド上に。敵を減らせ敵の数を虎で。ドライブタイガーシュー。これは絶対に決まるだろ。なんでねドライブタイガーシュートが。虎が檻の中に。でもこれでもこれさっきの再現では。倒れてるところにドライブシュート。倒れた三浦にドライブ。なんでだよお前くん。倒れてんだってドライブシュート入れよ。しかしこれで2本打ったから。でももう翼にガッツねえだろ。虎檻から出ず。虎はなぜ檻から出ないと思う。もともといないからよ。そんな虎など。虎などいなかった。あ、お前そんなんいくらなんでも取れやキャッチでヒュッと取れ。もうパンチやめた方がいいんかな。だってパンチにしたらさまた来るじゃん、あの敵のさブロック崩しが。そのまま最前線までやれ。最前線まで見すぎ。お前ちょっとボールを回せや。あ、でも先行った。まあいいや、これ時間潰そう。てか、あれ待ってよ。あれ？あ、もう、でもダメだ。ドライブタイガーショットで今、使えるかなと思ったけど、もう、ガッツがねえ。何がドライブタイガーショットだよ。あれ、コンビプレイが。いつの間にか。いいよ、別に止めるだろ、キャッチで。てか、キャッチすればいいんだよ、多分。128もパラメーターあれば、キャッチ力ね。多分止められるから、キャッチで止めりゃよかろうよ。技いけ。デデ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 デピン。ダメだな、美咲に渡せ。スタミナがもったいないってことさ。一応ドライブタイガー使えるかもしれないから。一応だけど。もうこんな入りこないから、もう次だね。ネオタイガーショットにかけよう。次の延長戦の延長戦のネオタイガーに俺かける。え、何そのちょっとボレーシュート。何ちょっと期待持たせんだ俺。入るわけねえだろこんな。入るわけねえだろこんな。ますます入らねえよこんなやつ。入るわけねえだろこんなの。こいつらが決勝点決めたらもうどんなサプライズだ。当たり前だ。お前らが決めれるかこのゲーム。一度も入ったことねえわそのシュート。ただの一度も。あんな遊んでるも同然のシュート。さあ延長戦だ。決めるぞネオタイガーで。俺はネオタイガーに決める。見すぎ結局何もしないまま出番終了。高すぎ。来すぎ。来すぎたき伊沢使うか。いやダメだ、遊ぶな。ここはちゃんとしたやつを使うんだ。ヒューガーお前にかかってるんだ。頼むぞと思ったけど最後はキャプテン翼か。日本にいるみんなのためにもこの試合なんて粘りだ。これが大和魂というやつなのか。そうだ、その粘りはオクラの粘り。俺らの真の粘りを見してやるぜ。その前にまず美咲君だ。美咲の粘りからだ。粘りその1、美咲。ここが粘りが違う。ガッツリ休んだね君。
ガッツが相当回復してるよ。相当に回復してるガッツが。ほら危ねえ。でまだまだ時間稼ぐ。4分ぐらいまで、いや3分ぐらいまで稼いでヒューガーに渡すわ。でで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 でこんぐらいかな。いけよ翼くん。延長戦もう8分ぐらい目先がボールを持ってる。しかしそれはそれがどうした、何も驚くようなことではない。行け、もっと近づけ。よし、敵の5枚ふざけるな、ぶっ飛ばしちゃう。寝歌やかしちゃった。行け、いい加減入れよお前これマジどうやったら入んの、シュート、シュートってどうやったら入る、なんかあんの入れ方が。パワープレイじゃダメなの、もう入れようないじゃんもうそれ。いやお前何をすんの、もう入れようがないんですけど、そんなの入れようがありません。さあ休め、休んだろうな。おいシュナイダーが来た。お前打て、お前シュート打て、カルツ、カルツ頼む、シュート打て、パスは選んぞ。おい、シュナイダーとカルツのゴールデンコンビ終わった、終わったよ。なんでパスすんだよお前、取れや、いい加減取れ、こいつらも俺と同じことやりやがって。マーガスくん、よしマーガス打てよ、シュート行け、もう近いだろ、そこだったらいいだろ、打てよ。松山殺せんもん、そんなやつ、蜂の選手よ。あ、やった、お、めっちゃ弱いじゃんこれ、こぼれ球、余計なことすんなよ松山、追い出せコートから、そいつをコートのストーンに虎に食わせる、そいつを。こんなん取れるからじゃん、なんで出れ、味くんだよそんなカルスごときのゴミシュート。そうだそうだとは言った、でもこれ下手にパスした、あでもまさかこの位置な、今相当いいパスが通ったな。美咲どこだ、なんで美咲お前そんな後ろにいるんだよ。ユーガここならなんか近くにいるけど大丈夫だ。もうこれ、もうこれ打つしかない、ノータイガーシュートだ、なんでだよ、くっそドリブルだ、タイガーシュートでもいいだろ、強引なドリブルいけ、ゴーこれ実は最強なんじゃないのか。ここだ、頼む、普通のタイガーショットだけど、いけ、入るわけねえんだ、こんなの分かってる、だからそれでいい、もう PK でしか決めようがねえ、こんなのラスト PK だ。シュート、シュートとか関係あんのかこれ。じゃどうする、まずは唇を切るな、誰が唇を切るんだ、てかなんで高杉のシュート力が32もあるんだよ、自動と変わんねえじゃん。美杉くんがなんでいないんだよ、美杉くんがいねえんだけど、じゃあゴールデンメンバーでいくか。よし、先鋒を切るのはそうだお前だ、そして美咲、翼、ヒューガー、最後誰だ自動、自動まで回ってこないから大丈夫、安心しろ。そして俺は右ライトマン、ライトマンとして俺は、そうだいけ、やったぜ、何をやってるんだ、分かってるのか、ゴールゴール狭すぎないこれ、いけ、もう右にしか俺は蹴らんぞ、俺は右に全てを込める、私は右に全てを込める、終わったよ、どうしようもないもん、ごくり、お前も右とか左とか関係なく殺せよ。
ガッツ2しかなかったけどね。